今回は腹筋500回よりもウォーキング50分よりも全身が引き締まるヤジロツイストを紹介していきます。代謝上げたい方、お腹引き締めたい方は一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹が引き締まり代謝が上がり、週に2回行うことで痩せやすい状態を保つことができるヤジロツイストを紹介していきます。ヤジロベイというと、片足立ちでバランスを悪くしながらキープするエクササイズになるんですけども、そこに加えて今回はツイストをしていきますので、このツイストが30秒で100回分の腹筋と相当すると言われています。そこに加えてヤジロベイをしていくと、50分歩くことよりもたったの1分で同じ効果が得られる、この2つを組み合わせたメニューになりますので、とってもおすすめなエクササイズです。片足ずつ行いますので、1分ずつ合計2分のエクササイズです。今回のお腹をへこませるポイントは、腹直筋ではなく、お腹をへこませる腹横筋、外腹斜筋、内腹斜筋、このインナーマッスルの3つを使うことができて、膝を曲げた状態で各足1分ずつキープすることで、15回分ぐらいのスクワットの筋肉量を使うことができます。スクワット15回というと、腹筋500回に相当すると言われています。このダブルで美味しいヤジロツイスト、一緒に頑張っていきましょう。それでは紹介します。やり方はとっても簡単です。軸足のつま先を少し開きます。片足上げます。このまま体を左右に振るだけです。上半身と一緒に上げてる足も振ってください。そうすることで股関節がしっかり開きます。股関節が開くということは、お尻を締める力の中殿筋、小殿筋が鍛えられます。そして軸足はしっかり膝を曲げることで、前もも張りやすい方にもおすすめなハムストリングだけが鍛えられます。この状態で体を振ります。スマホを持たずにいい方は、手を真横に伸ばして振ることでねじれが早く生まれますので、しっかり腹筋の奥に効かすことができます。呼吸はできるだけ長く吐きながら体を揺らしてください。バランスを崩したときはワイドスクワットをして戻ってください。バランスを崩せば崩すほどスクワットの回数が増えます。頑張ってください。それでは1分間いきましょう。早く振る方がインナーマッスルが鍛えられます。このキープするときは、お尻が出ないようにお尻を締めたままで体を振ってください。このようにならないようにお尻を締めて行います。それでは各足1分頑張っていきましょう。周りに物がないところで気をつけてください。それではいきます。スタート。結構ね、これね、動き早いんで息上がりますからね、頑張ってください。おっ、よっよっ、バランス崩したらスクワットです。息は長く吐いてください。体振ってたらスマホなんか見とれんですね。スマホ下に置く方がいいかもしれませんね。頑張って、しっかり体を振って、足の裏の筋肉もね、しっかりつきますからね。できる方は手を伸ばして、手を伸ばすとね、すごい腹筋にくる。食後はね、これ食後はやばい。うっ、くる。やっぱちょっと、効きますね、これは。よし、オッケー。うわぁ、足にくる。めっちゃ足とお腹周りにくる。これね、めちゃくちゃダッシュしてるぐらい脇腹が痛いですね。これは腹筋に効くな。さあ、反対頑張っていきましょう。それでは、いきます。スタート。こういう感じでね、振ってください。これスマホね、下に置いて、これ、手振った方がやりやすい。効くな。皆さんどうですか？バランスが取れてますか？軸足少し曲げてくださいね。これ本当にね、ダッシュしてるぐらい汗で、
あんま頭振っちゃうと目が回っちゃうかもしれない。やばいやばいやばい。皆さんどうですか、バランス崩れずにできてますか？これ人に見られたら恥ずかしいな。これいや信号待ちとかやってください。腕もだるい。OK。 ズラー。いやあっちこっち行って。お疲れ様でした。いやこれはねウエスト引き締まりますよ。どうやっても普通腹筋するときとかってね、こうやってツイストしてもこんな早く動けませんし、しかも腹筋ツイストするときってインナーマッスルやアウターマッスル効いちゃうんで、なかなかねくびれ作りたいとか思ってね、こんなひねる腹筋やってもくびれできないんですね。こういった腹横筋とか内腹斜筋外腹斜筋インナーマッスルを使うことでくびれができてくるんで、とにかく腹筋ね頑張ってアウターマッスル鍛えても逆に寸胴になったりしますんで、こういったメニューで足腰も鍛えられて、ほとんどね手を振ることで上半身胸も背中も全身使うことができてますんで、週に2回ぐらいからがおすすめです。足の力っていうのは大体72時間で回復すると言われてます。週に2回ぐらいしっかり使うことで常に代謝が高く保たれて結構いい状態が作られて、食べても太らない痩せやすい状態が作れます。頑張ってやってみたよって方とか、バランス取れたよとか、すぐ足ついちゃったよとかね、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。